泣いて一人旅お届けいたしました。やっぱりこの曲を歌うと当時の思い出がたくさん蘇ってきて、トークが苦手で全部ノートに一つ一つ書いてね、ずっと壁に向かって練習してたなとか、着物を着るのが初めてだったので全然着慣れなくって、変なところが筋肉痛になったなとかそれでもね、わからないときも、ありがとうございます、講演会のね、そうカードはデビュー当時の写真がね、そのまま今も使っております。ちょっとやっぱり今見るとかわいらしいねなんかね、やっぱり七五三みたいだねってよく言われてましたけれども、そんなことないのになと思ってたけど、今見たら七五三みたいだなと自分でも思ったりしますが、そんな素敵な思い出にたくさんたくさん支えていただきながら、背中を押していただきながら、5年迎えさせていただきました。この5年というだけでも本当にこう記念の1年なんですけれども、それと同時に今年は年女の1年でして、24歳になる年なので犬年ね、で年女なのでいいこともたくさんたくさん舞い込んできてくれているような、そんな気がしています。今回の新曲との出会いもそうですが、今までつくばで、地元のつくばでコンサートを何度か開かせていただいてたんですけれども、今年に入って、都内で初めて5周年記念コンサートも開かせていただき、さらには2年前に発売したアルバム、歌つぐみというアルバムの第2弾ということで、今年に入って2枚目のアルバム、セカンドアルバムも発売いたしました。前回と同様に昭和歌謡名曲にたくさん挑戦している中で、オリジナル曲も入っておりまして、10曲のカバー曲と5曲の、あ、買ってくださった、ありがとうございます。今日着てる着物はそのね、歌つぐみ2の時のジャケットアルバムを着てまいりました。グッドタイミングでありがとうございます。